を開けて小さくつぶやいた。誰もいない部屋で一人。モーニング、朝が来たよ、土砂降りの朝が。ティークタック、私のネジを誰か巻いて。バカなこと言ってないで、支度をしなくちゃ。涙の跡を隠すため、もう口癖になった。まあいいか、昨日の言葉がふと頭をよぎる。もう君には全然期待してないから。そりゃまあ私だって自分に期待などしてないけれど、あれは一体つもりですか。とどもとまってなかった言葉、口をついてたのは嘘。殺して今日も私は貴重な言葉を浪費して生きてゆく。なぜ隠してしまうのですか。笑われるのが怖いのですか。誰にも会いたくないですか。それ本当ですか。曖昧という名の身に汚れて、でもできないほど苦しいの。少し声が聞きたくなりました。本当に言わない。ああ、一向に進まない支度の途中、朦朧とした頭で思う。もう理由をつけて休んでしまおうかな。なんとなく言ってみただけだよ。わかってるから怒らないでよ。幸せだろうと、幸せだろうと、平等に残酷に朝日は昇る。生きてくだけで精一杯の私に、これ以上何を望むというのは、なぜ気にしてしまうのですか。本当は愛された今ですか。その手を離したのは誰ですか。気がついていますか。人生にタイムカードがあるなら、終わりの時間はいつなんだろう。私が生きた分の給料は誰が払うんですか。一度だけでもいいから、心の底からお抱きしながらありがとうって言いたいの、yeah. なぜ隠してしまうのですか。本当は聞いてほしいのですか。絶対に笑ったりしないから話してみませんか。口を開かなければわからない、思ってるだけでは伝わらない。